キドキしますけど、怖くありません。私、今、歌いたいんです。夢という名の未来へ、がむしゃらに今進むより、立ち止まるこの時を勇気だと呼びたいから、無理やりに背中を押す膝抱えずくまって、人の流れに逆らって、自分の中で渦巻く不安や怒りやつらさ、愛しいと思えた時、きっと何か変わり出すよ。涙の向こう側にあるもの、想いの限り泣きじゃく、おかげです。本当に嬉しい。